アダム・アラン・ディンドは、アメリカ合衆国インディアナ州でラベア軍、マンシー出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。相性はドニー。2002年の MLB ドラフト8巡目で、ミネソタツインズから指名を受けたが契約せず、南アラバマ大学に進学。2004年の MLB ドラフト3巡目で、トロントブルージェイズから指名を受け、プロ入り。 2006年9月2日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビューを果たした。この年はわずか18試合の出場ながら367という高打率をマーク。その他の打撃部門でものきなみハイレベルな成績を記録した。2007年は右打ちのリード・ジョンソンとの併用で左翼を守り89試合に出場。2008年は左翼手のほか 指名打者として16試合に出場した。2009年は開幕戦に指名打者でスタメン出場し、ブルージーズの開幕戦記録となる6打点を挙げた。また、2001年のカルロス・デルガドに並ぶ開幕5試合で11打点のチーム大記録をマークした。8月31日には、自身初の満塁本塁打を打ち、自身最多の1試合8打点を記録。 9月6日に週刊 MVP を受賞した。この年は、指名打者で92試合、左翼手で55試合に先発出場し、打率305.35本塁が114打点をマーク。ヤンキースの松井秀喜、ツインズのジェイソン・クベルラを抑え、指名打者部門でシルバースラッガー賞を受賞した。また、最優秀指名打者に贈られるエドガー・マルティネス賞も受賞した。 2010年は開幕直前の4月3日に4年、総額1800万ドル。2014年から2016年までのオプションも含めると7年総額3850万ドルで契約を延長した。チームの手法として、さらなる飛躍を期待されたシーズンだったが、5月以降に深刻な打撃不振に陥り、打率は一時、203まで低下した。 終盤はやや持ち直したものの、打率237.23 23本塁が72打点、オプス712という成績に終わった。特に対左投手は打率117、オプス341と全く打てず、後半戦は相手先発が左投手の際にはスタメンを外れることも増えた。この年限りで小一類手。 ライル・オーバー・ベイの契約が満了することもあり、シーズン終盤に入ると翌年以降のコンバートを見込んで、大学以来となる一塁守備につくこともあった。2011年からは一塁手として起用されている。シーズンとしては、前年比マイナス25試合の出場だったが、打撃3部門の成績はいずれも向上。2012年は4年ぶりに規定打席到達を逃したシーズンとなった。 出場機会減少の影響により、それまで3年連続で記録していた20本類が70打点の水準にいずれも届かなかった。一方で選球眼が向上し、低打率の影響で300未満の数値が続いていた、出塁率は3年ぶりに300以上の水準に戻った。2013年は再び規定打席に到達した。打率は3年連続で上昇し、 出塁率と超打率はいずれも規定打席に到達したシーズンとしては自己2番目の水準となる数値をマークした。2014年7月11日に右足の負傷のため15日間の故障者リストに入った。8月12日に故障者リストから外れた。故障の影響もあり、出場試合数は100未満に終わった。一方で規定打席未到達ながら打率。 300以上を記録。得点圏でも打率。343.33打点とよく打ったものの、本塁打数は6年ぶりに2桁に届かずに終わった。2015年2014年11月1日に、マルコ・エストラーダとのトレードで、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。2015年、通算150本塁打を達成した。この年は149試合に出場して打率。 277.20本塁が87打点の成績を残した。2016年5月29日2015年12月9日にフレディペラルタ、ダニエルミサキ、カルロス・ヘレイラとのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍した。2016年は126試合に出場して打率。239.20本塁が58打点の成績を残した。 オフの11月3日に FA となった。2017年2月15日にはシントンナショナルズと1年契約を結んだ。11月2日、ナショナルズは契約オプションを破棄して違約金50万ドルを支払い FA となった。2018年3月2日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 3月14日に一度自由契約となったが、4月18日に、再びマイナー契約を結んだ。ヤンキース参加では、A 級単パターポンズとトリプル a 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレーした。5月25日に自由契約となった。2018年6月2日に、ボストン・レッドソックスとマイナー契約を結び、参加のトリプル a 級、ポータケット・レッドソックスへ配属された。 8月1日に自由契約となった。高校時代にはウエイトリフティングもしていたパワーヒッター。広角に長打を放てる打撃が最大の持ち味。2009年は35本塁打のうち17本を中堅から左方向に放った。弱点は選球眼と左投手である。外野の守備力は低く。ザー150は通算でマイナス10.9となっている。 近年は外野での出場機会が減少しており、指名打者での出場が増えている。2007年には89試合中80試合で守備についていたが、2010年は一塁と合わせても150試合中24試合しか守備につかなかった。2010年にトロント在住の女性と結婚し、現在は数夫詰めの父親である。第一子が2011年9月に、 第二子が2013年4月に誕生した。ありがとうございます。